水曜日はえりすぐりです。よろしくお願いします。テーマはこちらで設けました。ドン、はい、人気寿司店スシローの大解剖。イエーイ、嬉しい。みんな大好き、みんな大好きです、ね、なぜでしょう。今夜はお寿司っていうと心躍るのは石川県民、はい、と思います。さあ今回はですね、ゲストをスタジオにお呼びしておりますスシロー金沢有松店の店長野口さんです。どうぞ。店長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。出演いただいたのは店長だったんですね、はい、なるほど、うん、店長、河北市出身、うん、石川県民です、うん、はい、そんな店長、好きなネタは何ですか。はい、私の好きなネタは甘エビですね。甘エビ、なるほど。どんなところが。やっぱり甘みのある味が大好きです。そうなんです、ね、そんないいですよね、美味しいですよね、甘エビね。そんな店長と一緒に大解剖していきましょう、うん、最初の大解剖はこちらです。石川県人気寿司ネタランキング。おー、はい、スシローのお寿司、地域によって人気のネタは様々。なるほど。しかもスシローメニューがとっても多い、うん、 そうですね、その中でも石川県民が好きなネタは何なのか、ずらっとここまで10位まで出ておりますけれども、さあこれの1位を当てた方にはお寿司をもちろん召し上がっていただけますので頑張ってください。これね、フリップに書いて、はい、はい、じゃあまず10位から4位までどんどん出してみましょうか。こちらです。はい、一気に出ました。おお、へえ、そうなんですね。なかなか面白いですね。エビアボカドがランクインするわけですね。はい、焼きトロサーモン、それも美味しいですけど ね、ちょっと変わり種もあるし、まあ、定番もありますかね。どうでしょうか、エビ、なんかどうなんですか。エビも多いような気もしますが、はい、6位にエビ天握り、10位にエビアボカドとエビのお寿司がランクインしています。他の県では、はい、トップ10外なんですけれども、うん、石川県民はエビが大好きなんだと思います。そうか、はい、そう、野口さんも好きだし、ね、はい、ただ現在エビ天握りはすでに販売終了しておりまして、代わりに小エビ天握り3尾のせを販売しております。いいね、ほうほう、3尾も最高ですね、いいですね。あとはこの卵、軍艦、ネギマグロとかっていうのはやっぱファミリー向けのスシローさんならではのご家族連れで、いや、私も注文するしね、大人も子供も大好きっていうところですね。さあでは残りトップ3発表していくんですが、ちょっとこの発表する前にこの10位から4位を踏まえてお二人にちょっとシンキングタイム、1位を考えてください。1位だけでいいんですね。1位だけ、1位でいい、はい、わ、なんだろう、美味しいのいっぱいありますからね。そうなんですよ。何だと思いますか。ヒントじゃあ店長。あ、はい、全国でも1位2位を争うネタが第1位となってます。全国的に1位に、あ、じゃあ全国的か分かんないですけど、僕は自信ありますよ結構、じゃあいきますか。僕自信あります。かけましたね、はい、じゃあまず、うん、こちら、私いきます、はい、じゃあいきますよ、せーの、ドン、ブリ。あ、やっぱりこれはみんな好きなんじゃないですか。なるほどね、私も大好きですし、うん、絶対入ってくると思います。ブリなんじゃないかな、ブリ2位だよ、ブリ2位、2位飲んでも多分なんでなんで多分ブリ2位なんで僕もブリかなと思ったけど、あ、久保田君のが1位だって言いたいのね。そうです、はい、何ですか。はい、こちらドン、縁側。なぜならばこちらドン、昨日のリフレッシュでお便りのテーマ好きなお寿司のネタだった。リフレッシュの視聴者さんは皆さん、これ見て、1位縁側だったんです。まあね、どうですか店長、このあたりは石川県民縁側大好きです。ガオラ来た、だからブリは2位なんです。あ、なんかすごい信憑性がある気がする。そうなんですよ、結構ぶっちぎりでしたね。じゃあちょっと開けてみましょうか、うん、じゃあまず第3位店長何でしょうか。はい、サーモンです。サーモン、みんな大好き、ね、これはね、サーモンはまあ、いや、わかるよ、サーモンだけでもうち7皿ぐらいね、スシローさんいろんなサーモンありますから。 7いく、うん、いろいろありますよね、サーモン。いろいろあります。まあそうね、はい、確かにオニオンサーモンとか僕大好きですよ。はい、あのね、大人気です、ね、食感と、なんかそう、美味しいです。なんかハラミサーモンみたいな、なんかいろんな、 なんか変わったサーモンありますもんね、はい、トロサーモンもあります。そうかなんですよ、うんうん、ね、さあ皆さん大丈夫ですね。じゃあ次2位いきましょうか。店長、2位は何でしょうか。はい、マグロです。おー、マグロか。マグロ忘れてた。マグロ入るか。マグロは子供たちにとって王様ですからね。そうか、あ、でも逆に1位じゃないのか。もうこれを抑えての1位、気になります。さあ、ちなみにマグロもね、あのこだわりありますよね。はい、マグロは選別から力を入れているスシロー自慢のネタとなっております。はい、じゃあ堂々の1位は大丈夫か、一体何なのか、店長お願いします。第1位はドゥルル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 ル、イケジメハマチです。お、はい、イケジメハマチ、いわゆるブリでございます。あ、石川県民、いわゆるブリが大好き。あのスシローの池締めハマチもこだわりがある。はい、池締めハマチもこだわりがあります。うん、
スシローでは生き締めハマチをご提供しているんですが、水揚げ後、店舗近くの加工場まで生きたまま運んで生き締めの状態で加工し納品されております。皮と身の濃厚な旨味も味わえるよう毎日店舗で皮を引いて切り付けをしています。全国では2位か3位ですが石川県では圧倒的な1位となってます。まあやっぱり隣富山県のブリも ね人気ですから、そのまんまの皆さんの好きなブリになってるわけなんですよ。なるほど。縁側は、まあ、まあなんとなくなんかサーモンマグロときて縁側が1位じゃねえじゃないかな。ちなみに縁側多い出身だったのに縁側は何位ですか。縁側は13位ですね。13位かも、まあ、ちょっと大人の味やしね。そうね、視聴者さんとちょっと、そうね、なるほど、そうかそうか。あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、店長からほら、はい、いいですか、はい、はい、おめでとうございます。ありがとうございます、店長自ら。はい、ありがとうございます。すいません、じゃあちょっといただきますね。うん、羨ましいですね。いただきます。どうですか、いいでしょう。身が厚くて本当に美味しいですね。はい、あっさりしてるんですけど食べ応えがすごくあります。まあこのお値段やしね、あとね、はい、これがやっぱ人気の秘密だと思います、うん、ということで1位はハマチ、生け締めハマチでございました、うん、さあ次の企画いきましょう。次はこちらです。ドン、こちら石川県の店舗が一番売れているネタを皆さんに当ててもらいましょ う, ほ う, ほ う, ほう。これはですね、全国600店舗あるスシローさんですが、その中で金沢駅西店の売り上げが1位というネタが2つあるんです。1つは何ですか。はい、きゅうり巻きです。はい、意外や意外にも海苔巻きときゅうり、シンプルなこちらなんですよ。なるほど。しかもこちら2位に石川県野々市店もランクインしているっていうぐらい。なんでこんなきゅうり好きなの石川県。かがぶときゅうりの影響じゃないですかね。なるほど。ああ、加賀野菜でね、あるから。あとやっぱカッパ巻きは石川県民としては子供の育てる上でも一番最初に与える全国そうなんだ。そうなんだ。石川県だけど、ジロン、私もそうされたし、うちも子供にそうしてる。なるほど。腰村家の代々ね、まずきゅうりからまあまあ問題いこう、次いこう ね、 そうね、はい、石川県の売り上げが1位のネタがもう一つあるんですけども、はいはい、それは何でしょうか。皆さんお考えください。じゃあちょっときゅうり巻きともう一つがってことなんですね。もう一つ、あ、ちょっと考えてください。ヒントを店長に言うんだけど、店長優しいから結構分かりやすいヒント言っちゃうしな。店長ヒントは、僕が大好きなネタです。やった、分かりました。さっき言いましたね、店長ね。え、じゃあこれですね。そういうこと、これですね、わかりました。いや、ちょっとあの戸惑いが野口さんへの戸惑いがあって、それだけ書いてたら違うと思う。もうそこはもう縁側って書きなさいよ。もう僕はね、まあまあまあ、ちょっと答え出してからにしましょう。はい、ああ、醤油ひっくり返した。何をやってるんですか。何をやってるんですか。でも自信があって勢いが出てる。そういうことね。小田ちゃんは甘エビ、甘エビ。小田くん、なんで急に。やっぱ僕だから巻きが好きなんじゃないかなと思って、石川県民は。で、このもうランキング、だってリフレッシュ視聴者さんは1位だけど13位でしょ、全然違うから、もう縁側はこう、もう縁側をいいんですか、鉄火巻き後悔するんじゃないですか。何が、何に対してリフレッシュを信じないと。あ、そういうことか。私は甘エビでいきますけど。はいはいはい、確かに1位縁側だったけど、こうして鉄火巻き。はい、もういいですか、うん、いいですか、はい、店長聞きましょうか、正解お願いします。はい、甘エビです。そうなんです、はい、小田ちゃん大正解、やりました、甘エビです。やっぱりね、店長が好きだだけありますから。やっぱり、あの石川県民って口が超えてらっしゃるはずなんです、エビに関してはね。うん、そうですね。でもスシローさんで1位を取るってことは、やっぱりうまみとってももう文句なしというか、美味しいからこそのこの1位なんだと。うん、あ、ちょっと待ってくださいね、エビが暴れております。いや、本当はね、野口店長が食べたいのよ。いただきます。甘エビなんだから。店長すいません、うん、代わりにいただきます。うん、うん、間違いないね。間違いない。そうなんだよ、本当私もこの甘さがね、やっぱり濃厚でいいですよね、うんうん、店長美味しいです。ありがとうございます。はい、さあということで売り上げね、おあの美味しかったのキュウリと甘エビたち勉強になりましたね。甘エビが石川県特に人気だという。はい、さあ続いての企画いきましょう、うん、3つ目はこちらです。ズーだけが知るマル秘テクニック。これ一体どういうことなんでしょうか。はい、もちろんそのまま食べても美味しいお寿司なんですが、いろんな組み合わせをして楽しんでいるツーがいるんです、うん、はい、一体どんなテクニックなのか、私と店長でちょっとお店行ってきますわ。え、じゃあ店長、スシローワープ行きましょう、はい、ワープしましょう。スシローワープ、あれ、スシローワープ、どういうこと。ワープして到着したのは野口店長が働くスシロー金沢有松店です。服装全然違う。店長、
スタジオからワープするとお腹すきますね。そうですね。ね、ぜひ今日食べてほしいのはスシロー自慢のマグロです。そう、こちらさっき2位だった。まずは腹ごしらえのマグロいきましょう。ですよ、スシローのマグロはうまくて安いを実現するため、その時々に合わせて世界中から厳選して仕入れています。また身の縮みや色目を見極めるという選別時のこだわりに加え、店内ではうまみを逃がさない温塩水解凍を行い、丁寧に切り付けを提供しています。ではいただきます。いや、本当に安くてうまい、びっくりの味ですよね。はい、ありがとうございます。止まらないね、この美味しさ。そのまま食べても美味しいお寿司ですが、スシロー2がしているマル秘テクニックを大公開していきます。これは知りたいんですよね、マル秘テクニック。お寿司と組み合わせているのはガリと甘だれです。なんとガリと甘だれなんでいきなりラップ調になったんでしょうか。なんとガリと甘だれを合わせると驚きの組み合わせになるんだとか、はい、そのお寿司とはこちらシーサラダです。あ、軍艦。はい、こちらにはホッキ貝の紐やイカなどたくさん入ったシーサラダとなっております。まずはガリを1枚乗せます。その上に甘だれをたらーりとかけるんです。スシロー2アイデアメニュー、シーサラダにガリと甘だれを乗せて、ではシーサラダいただきます。すんごい美味。ありがとうございます。このシーサラダマヨ風味なんですが、甘だれかかると甘さとコクが生まれるんですよね。甘だれの濃い味とマヨネーズがマッチして、ガリでさっぱりといただけます。なるほど。続いてのアレンジメニューは、じゃじゃーん、平日限定のかけうどんです。うどんだ、美味しそう、はい、うどんとお寿司、どんなお寿司ですか。はい、うなぎのかば焼きです。お寿司セットってなんかありそうですけどね。そうですね、ただこれはそれとはまた違うんです。まずうどんを平らげてください、まずね、そういうことね。どんで、なるほどなるほど、麺からね、食べてね。このうなぎをドーンと入れてください。ここで贅沢に、そういうこと、うなぎどういうで崩していただいて、崩す、あ、お好みでわさびも一緒にどうぞ。うなぎとご飯をだしに、はい、崩していきます。まるでひつまぶしのようです、ね、そうだね、確かにひつまぶしだ。いい食べっぷり。本当にうどんのだしとうなぎを今入れたばっかりなのに、ちゃんとうなぎの旨味っていうかね、脂身が出て、店長もこれ見てびっくりしたんじゃないですか。そうですね、よくこんなの考えつくなって思いました驚きなのが2つ合わせても340円、お得なのに大満足できる組み合わせです。さあ、このかけうどんとの組み合わせの可能性無限大です。私も考えてみました。サーモントロタクとか、ほらシャキシャキのたくあんと、たくあんと温かいたくあん牛タン、牛タンとうどんですか厳しいですねホタテとか、あ、ホタテ、ホタテはうまいと思いますね。これもいいんじゃないですか、本日の海鮮ユッケ。いいと思います。ユッケもつけられてるし、ちょっと醤油風味もあって、はい、本日の海鮮ユッケは実はレアアイテム。池島ハマチや池島マダイなど切りつけた時にサイズが小さく寿司ネタにならないものを軍艦にしてるんです。かけうどんの出汁に入れていざ実食、どんな感じなんだろう。もううどんは食べてます。わ、美味しそう。見た目も最高ですね。いいですね、野口さん、いただきます、ね、そっか、野口さんもそれ食べるか。おわ、めっちゃ美味しいじゃないですか。抜群ですね、ね、まあ、ユッケの漬けっていうのがちょっとなんていうか、まろやかな味わいになってて、そうですね、辛みが抑えられますね。何点ですか。何点、95。なんでその残り5点なんですか。5点は伸びしろですなんか筋トレみたいな感じ、ね、
まだ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 いけるできない。そうですそうです、まだまだ満足しちゃダメですまだ。なるほどね、はい、ちょっとかまぼこ残して最後ってね、あ、いいですね、周りをこうごまも全部こう集めながら、あ、なるほど、 SDGs ですねフードロス的なね、そうそう、なるほど。さあこちらの組み合わせ、スタジオのお二人にも食べていただきましょう。やりたくなりましたね。いや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 、素晴らしい発明ですね。さあ私くしが考えました、平日限定のかけうどんと本日の海鮮ユッケ、お二人にはこの場で混ぜてもらってやっていただきましょう、うん、ちょっとなんかいいのかなってドキドキしちゃいますね、なんかね。いただきますよ。ちょっと待って、ちょっと待って、まだなの違う、混ぜるんですよ。いやいや、いいじゃない、ダメなの。違う、崩してよ。あ、そうなのなんで今、出汁いっぱいかかってるからいいじゃないですか。出汁を醤油みたいな喧嘩しないで、喧嘩しないで。それはだって A さんが発明したやつでしょ。喧嘩しないでくれ、これも入れて。あ、そうなの、何これも1個普通に食べようと思って。ちょっと混ぜて、まあ、小田ちゃんどうですか。別々の方が美味しいな。漬けの醤油が本当にお出汁とよく合いますね。あ、美味しい、これ好きです。まあ、よくって言ったら なんだろう、甘いタレとトロトロの卵じゃないですか、結構味濃いじゃないですか、はいはい、それにこのしっかりこの出汁っていうんですか、こう染み渡っててね、すごい美味しい。あ、2つ入れてよかった。いやいい、そういうの聞いておくべき、うん、そういう企画です。なあ、まあね、片っぽ食べて片っぽ入れるとかそんなんじゃない。片っぽ自分で食べようかなんかいわゆるなんか豪華海鮮お茶漬けみたいになりますよね。あ、そうですね、はい、はい、うん、これ食べてみた感じね、やっぱ95点って言うけど皆さんどうでした。102点、ね、おー、なんなのそれ。2点なんなの、そのパターン初めて。伸びしろ伸びしろ、はい、皆さん2点伸びたってこと。皆さんもぜひスシローで皆さんのオリジナルも考えてみてください。さあスシローさんでは今こちらのフェアを開催中です。はい、10月1日までスシローでは満腹デカネタ祭りを開催しています。食欲の秋はぜひスシローにご来店ください、はい、お待ちしております。このデカネタすごいお得だというふうに聞きましたので、うん、ぜひご家族で召し上がってください。今日は野口店長ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。以上えりすぐりでした。